ではこちらの表題の論文を、自然気象研究室の稲岡が紹介します。まずはじめに、この論文の概要について簡単に説明します。まず機械翻訳において、その品質を評価する際には基本的には機械翻訳の出力の分と、あと、いわゆる参照文と言われる、人間が翻訳した結果ですねっていうのを、比較して評価する場合が一般的です。で、ただしそのような方法で、評価する場合っていうのは、基本的にその形式に関連した特徴とは、ここで言っているのが、その、語彙や文法ですねっていう、表面、いわゆる表面的なそういう情報に依存していて、意味の伝達を無視している場合が、こちらはまた一般的です。で、そうではなく、この論文で、紹介されている、手法はそうではなくて、意味に関連する特徴っていうのを用いて、その特徴と、あとその他の評価手法っていうのを組み合わせて、できるだけ人で評価に近くなるような評価っていうものを提案しています。まず、先ほどの説明であるんですけども、既存手法における、問題点ですね、既存手法として、一般的によく用いられているのが、ブリューであったりとか、メテオっていうものがあるんですけれども、そちらの評価尺度で機械翻訳のシステムを評価した際っていうのは、その機械翻訳システムがその意味を保持しない翻訳を行っているっていうことを行う場合があることを無視していて、例えば下の文で下に例文があって、 HT が人間の翻訳で、下の MT が機械翻訳の結果なんですけれども、Too big と Too great っていう、違うことを言っている2つなんですけれども、こういうふうに意味は保持していないんですけれども、ただこういうそれ以外の部分は結構似てて、こういう文に対してブリューやメドっていうのは高い評価を出す傾向にあります。で、実際にその処理評価でにおいて、その翻訳性能が最低であった4文っていうのが下の4つになるんですけれども、それぞれその処理評価で最低になった理由っていうのがあって、1つ目はまずバッテリーっていう単語が抜けていて、意味が失われているので、 2個目は否定文が肯定文になっていて、その逆の意味になっているっていうのがあって、あと3つ目はその正しい翻訳だと、その、ビジネスニュースでも断定してるんですけども、機械翻訳の出力だとちょっとそう確定していない、ちょっと不確かな情報っていうのを出力しているっていうのになっていて、4つ目はそもそも、単語は結構ところどころ一致してるんですけど、文の形式がそもそも違っていて、ちょっと意味が異なるっていうような、4つの文があります。この4つの文に対して、先ほどの、ブリューであったりとか、あとメリオっていうのを評価を行った場合は、その文の語彙とか文法に焦点を当てていて、その実際のその文の意味っていうのはちょっと考慮されていないっていうことになっていて、先ほどのような初定評価であれば最低であるような文であっても高いスコアっていうのを与える傾向にあります。で、それに対して、この論文での研究で行っていることっていうのが、こちらの3つを検証していて、1つ目がその意味に関連する特徴っていう、後で説明するんですけども、そういった特徴っていうのがまず初定評価に影響を与えるようなものなのかっていうものを調べます。で、次にその機械翻訳の評価におけるその、機械翻訳の評価において、その形式やその意味に関連する特徴っていうのが、どういう違いがあるのかっていうのを比較して、あと3つ目がそのこれ前の、ブリューであったりとか、メテオであったりとか、それらの方式であるようなその形式文の形式と、またその意味の両方に関連する特徴を2つを組み合わせることで、その既存の手法を改善できるのかどうかっていうのを実際に測定しています。で、この論文においてその意味に関連した特徴っていうものは、こちらの7つを挙げていて、この書いてある通りなんですけれども、その文が否定的であるか肯定的であるかっていうような、そういう感情をどういうような感情を持つかっていうのをっていうのが一つと、あと一つはサブジェクティビティで、意見を表現
しているかであったりとか、まあ、下のように、まあ、ここに書いてある通りにその文の意味っていうものを、まあ、こちらの7つの指標で見ています。でこの7つの指標っていうものがそれ評価と相関があるのかっていうのを調べます。その元の文と7つのその特徴っていうものを使ってその一人評価で良くなる一人評価で高い文とあとその意味をちゃんと保持しているのかっていうのに対して、まあ、相関があるのかっていうような評価ですね、あ確認ですねっていうのを行っていて、まあ、データセットは、まあ、こちらにあるように WMT の15のその目的言語が英語であるものを使っています。で結果がこちらです。横にある、まあ、オール以外は、まあ、各言語を表していて、まあ、オールが、まあ、全部を組み合わせた結果で、あとですねその一番左にあるのがそのさっき説明したその意味の特徴っていうものをそれぞれ検証していて、あとは RB と ML っていうのはその特徴を、まあ、調べるときに、まあ、ルールベースで行っているか、まあ、その機械学習手法で行っているかっていう違いですね。でこれを見る限りだと、まあ、これが あとこの数字が相関の係数になっているんですけども、その、まあ、一番下がそして、まあ、ベースラインになっていて、まあ、これ、まあ、よりも、まあ、良いかどうかっていうのを、まあ、確認しています。全て あの意味的な特徴に対して、まあ、十分な相関が得られていて、その人で評価とその文の意味の特徴っていうのが、まあ、相関があるっていうふうにこれで示されています。ただその意味の特徴っていうのはその相関があるんですけども、ただその下にある、まあ、ブルーであるとかあとその、まあ、メトだったりとかあともう一つDPMF コンビネーションですかね、複数のその教科書を、まあ、組み合わせたそのまあ、手法なんですけれども、その3つの方が相関がまあより強いという結果になっています。で、まあ、そうですね、先ほどまあ説明した内容なんですけれども、で、まあ、一番そのベースラインに対してまあ意味管理の特徴っていうのがまあ相関が強いっていう結果なんですけれども、ただそのブリューであったりメトロであったりっていう、まあ、そういうような形式的なその翻訳の評価手法に比べては、まあ、低いっていうような結果です。で次にその、まあ、先ほどいくつか7つあったその意味の、まあ、特徴っていうものを全てを複合してその相関っていうものを測るっていうような実験を行っています。でまたその意味に関する、まあ、特徴を全て、まあ、複合したものとかつそのブルーだったりとかメテオだったりとか、まあ、DPMMF っていうような手法を組み合わせて評価した場合の結果もあります。結果の実験も行っています。またその組み合わせる際のそのアンサンブルシステムの構築にはそのランダムフォレストって呼ばれている手法を用いて行っています。で結果がこちらで、だいたい一番上がほとんどの言語においても一番上のその全ての特徴を使ってそのかつ評価手法として形式的な評価手法として、まあ、DPMF っていうような、まあ、先ほど説明したその複合じゃなくて複数のまあ評価手法を組み合わせたような手法ですねっていうのをの2つを使って使うと、まあ、一番、まあ、人で評価のとの相関が強くなるっていう結果になりました。で、ここでまたもう一つ確認するのがオールっていうのがその全ての特徴を称した場合でそのブルーっていうのが、まあ、普通の、まあ、ブルースコア あのブルーなんですけれども、そういう2つを比べるとブルーよりも高い相関をし強い相関を示しているっていうのがこの結果で分かります。ブルーの場合はオールで、まあ、91.6 に対して、まあ、オールの方は、まあ、92.0 っていうふうにブルーよりも高い評価がその意味の特徴を用いることで実現できています。でこの2つから言えることっていうのがその
従来の、まあ、使われてきたブルーだったりとかメトゥだったりっていうような評価手法っていうのがやはりその意味的な特徴を、まあ、補足できていないので、その2つを組み合わせることで、まあ、評価が上がっていたり、あとそうですね、ブルーに比べてその意味的な特徴をのみを使った場合の方が、まあ、より強い相関になるっていうのがとっていうところから、まあ、そういう一番下のそのブルーや、まあ、メテオが全ての特徴、意味的特徴を、まあ、測できていないっていうようなことを意味しているという結論になります。最後に結論です。その人で評価で、まあ、強評価な機械翻訳システムっていうのがその、まあ、意味に管理した特徴を保持するっていうのが、まあ、一番初めの実験で、まあ、その各意味的特徴に相関があることから、まあ、示されました。でまたそのブルーであったりとかメテオであったりっていうのは既存の評価手法と比べ比較して、まあ、それだけでなくて意味的な特徴っていうのを、まあ、組み合わせて使うことによってより正確にその人で評価に強い相関を出すことができて、まあ、人で評価を予測できるっていうような結果になりました。と以上で発表を終わります。